緊急招集です。今すぐ現場へ向かってください。え、その命からがら逃げ延びてまだ1週間しか経ってない。あの時の光景が浮かんで眠ることもできないのに、ダンジョンブレイクなんて私にできるの？わかりました、できる。やらなきゃいけないんだ。非常に危険です。ちょっと早く回復させてください。はい。オンタッチ。前。一緒に行こうか。あそこにいるじゃん。捨てされば勝てる。招集したハンターはこれで全部なの？これじゃ拉致が開かない。このままじゃ本当に全滅ですよ。ちょっとお姉さん、早く回復してください。何ぼーっとしてんですか。たくしっかりしてよ。なんであんなビビってるの？みんながヤバいって分からないんですか？しっかりしてください。あのヒーラーが死んじゃうかもしれないし。獲物よ。せっせよ。せい。はっ。避けられないわよ。ほん。せい。次の獲物は？いつでも凍らせてあげる。はっ！はっ！はぁ？獲物よ。串刺しにする。私がやるわ。よーし、ぶっ、閉じ込めてあげる。避けられないわよ。せい。次の獲物は？
右京隼人です。お名前は？水篠俊です。電話でもお伝えしましたが、戦利品の分配はできません。数合わせ代として現金で20万お渡しします。何をすればいいですか？そうですね、荷物運びをお願いします。それでは契約書にサインをお願いします。タンクとダメージディーラーだけの攻撃隊か。めちゃくちゃだな。ダンジョン内で起こる事故に関しては一切責任を負いかねるか。わかりました。どうやら僕たち仲間のようですね。はじめまして、諸菱健太、21歳の D 級です。僕も数合わせで呼ばれました。こいつ、さてはボンボンだな。それでは潜りましょう。出発するみたいですよ。僕たちも早く行きましょう。暗すぎる。コージ、明かりつけてくれ。なんだここ、魔獣はいないし。魔獣がいないダンジョンもあるんですか？姿を現してないだけだ。暗闇の中、群れで行動し、光を見ると駆け寄ってくる。この音、昆虫タイプの魔獣です。昆虫だと？どっから来てんだよ。上、全員構えろ。俺が奴らの気を引く。数が多すぎる。コージ、11時の方向、魔法を使え。任せろって。燃えてしまえ。これで席は9等分だ。助かりました。どうして上から来るって分かったんですか？勘です。勘が鋭いんですね。おかげでスムーズに片付きました。ありがとうございます。まあ、あんまり勘が鋭すぎても困りますけど。はい。隼人さん、これ見てください。なんだよもう。それじゃあそちらへ。はい。俺らと戦う前からすでに傷を負ってたのかもしれないな、ボス。それとも、ほう、金の匂いがする。諸菱君、気をつけた方がいい。なんだこの不吉な予感は。準備完了。経験値が稼げそうだ。
悪くない戦いだった。ダンジョンの広さはランクと関係ない。内部の把握だけで数日かかることもあるし、数時間足らずでボスの部屋に着くこともある。今回のダンジョンは迷路のように複雑で、トカゲには気をつけろ。ふと頭に浮かんだ警告、どうしてこの言葉が浮かんだのかはわからない。だけど確かなのは、嫌な予感は外れた試しがないということ。変だな、結構歩いたのに無傷の魔獣をまだ一匹も見てない。さっきから死骸か死にかけばっかだ。ボスはどっかにいますよね。いないならゲートが開くわけないだろう。とにかく今は進むしかない。経験値が稼げそうだな。燃えてしまい、うわ、突撃キル。これで、逃がすか。せい、燃えてしまい、これでタンクだけつけ、水篠さん、本当にこの先にボスがいるんでしょうか。経験のはずだ。縄張りを示す傷跡からするととんでもなく大きなやつかもしれない。心配いりませんよ、どの道俺らが全部倒しますから。でもやっぱり緊張しますよ。後ろからサポートします。燃えてしまい、
ここ照らしてくれ。あい？おいおい、ボスの部屋だ。これはすげえ。これ全部でいくらだよ。あいつがこのダンジョンの主か。水篠さん、サインした契約書を見せてください。契約書？どうやらあの人たち、水篠さんの分け前を猫ババするつもりです。すみません、ちょっといいですか。右京さん、これ水篠さんの契約書ですが、魔法石の分配についてしか書かれていません。ですので、マナ石は10等分するべきじゃありませんか？もちろんです。公平に分けましょう。分かってますよ。ですが、その前にあれを始末しないと。ご存知でしょうが、ボスを倒すとゲートが閉ざされます。その前にマナ石を運び出さないといけません。ジン、装備は？ああ、採掘装備は車に置いてきちゃいました。申し訳ないですが、二人でここを見張っててもらえませんか。装備を取りに行ってきます。ボスの部屋なのに僕と水篠さんだけですか？大丈夫ですよ。よく眠ってます。刺激さえしなければもうしばらくは起きないでしょう。それではまた後ほど。コージ、部屋の入り口を塞いでしまい。入り口が。やはりあいつらトカゲだ。沢田コージだっけ。光を扱う C 級魔法使い。それなりにしっかり塞いでくれてんじゃん。その気になればここを出るのは問題ないが。水篠さん、下がっててください。僕がなんとか。無数にある目、グロテスクな口、長く伸びた足。強さの次元が違う。次元が違う。諸菱くん、動かないで。あいつは俺がやる。丸見えだ。無駄だ。ん？取ってみよう。正面、遅い。後ろからサポートします。反撃、消える。燃えてしまい。途絶えた。取ってみよう。
経験値が稼げそうだな。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。丸見えだ。遅い。傷に突き刺せ。取ってみろ。燃えてしまい。状態の回復。はい。デイリークエストの報酬を取っておいてよかった。あれがなかったら厳しかっただろう。つまらない相手だな。もらえるものはもらっておくか。信じられない。間違いない。この人は不正登録者だ。あの水篠様、魔法石預かりますよ。お荷物は僕がお運びします。水篠様？あれ、カバンに装備が入ってましたよ。けしからん奴らです。僕が掘って差し上げますね。急にどうしたんだ。命の恩人へのお礼的な。ハエトさん、中から声が聞こえてますよ。コウジ、構えろ。奴らが来たようだ。あいつら生きてんじゃん。諸菱健太、なかなかやるじゃねえか。隼人さん、どうします？決まってんだろ、やれ。諸菱建設会長、諸菱明星、親父さんだろ。だったらお前に機械をやる。水篠を殺せ。え？そいつを殺して俺らの共犯になるんだよ。ああ。何を戸惑ってんだ。水篠さん。気にしないで。違います、水篠さん。諸菱くん、君。おい、そいつの肩を持ち、俺らと戦うつ。ハヤトさん、どうします？弱いのから片付けろ。お前ら、人を殺したことがあるか。丸見えだ、途絶えだ。こっちの番だ。無駄だ。はっ。
どんな手を使ったのか知らねえが、油断は禁物だ。コージ、くらえ。そこだ。これで傷につけさせ。砕け散れ。見せてやろうじゃねえか、化け物みてえな野郎だが、オスと7人のハンターを相手にしたんだ。もう余力がないはずだ。そんな体で探検を振り回したって俺の音にやれるもんなら止めてみな。すぐに終わらせてやる。逃がすか。丸見えだ。捕らえた。燃えてしまい、粉々にしてやる。くらえ。運びはここまで。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。すぐに終わらせてやる。そこだ。これで終わりだ。突撃キル。こちらからサポートします。粉々にしてやる。この俺が負けるだと。はっ。死ねや。右京さん、あんたは強い。だけど一つ残念なことを教えてやる。俺はな、絶えずレベルアップしてんだよ。おい待て、殺すな。金なら返す。ダンジョンで起きたことは外部に漏れないって言ってなかったっけ。てめえ、俺の弟が誰だか知らねえのか。へえ、いいじゃん。あれはどうしよう。水嶋さん、命だけは。ダンジョンが閉ざされようとしてる。急いで出よう。え、ああ。